どうも、ガチンです。今回はデジタルモンスターカプセルマスコットコレクションの新作バージョン 7.0 とこちらデジタルモンスターカプセルマスコットコレクションプレミアムバージョン 1.0 をご紹介したいと思います。ではまずはいきなりこちらから見ていきましょう。まあ、こちらはですね、4デジのごとくデジタルモンスターカプセルマスコットコレクションのプレミアムバージョンということですね。ブリッツ・グレイモン、メラモン、そしてエアドラモンと、それに加えてこんな感じですね。過去に発売されたボタモン、コロモン、アグモン、グレイモン、メタルグレイモンも加えた全8種類セットなんですよね。その8体セットで値段は4980円と、だから1体600円相当ですね。進化したのは値段だった。まあもしかしたらブリッツグレイモンが3000円相当のクオリティかもしれませんよね。箱の側面はこんな感じで、こっちがブリッツグレイモンで、上側がエアドラモンとメラモン、サイドは20周年の文字にデジタルモンスターの文字と。では開けましょう。お、意外とこうなんか段ボールで区切られてんだプレミアム感ゼロだ。まずはこちらエアドラモン。はい、こちらはですね、デジタルモンスターバージョン 1.0 に出てきた成熟期のデジモンで、ガシャポンではスルーされてフィギュア化はもう無理かなと思ったんだけれども、満を持してプレミアムで登場しました。これは嬉しいね、本当に。イラストと比較するとこんな感じかな。うん、なかなかいいんじゃないかな。結構ボリュームあって6センチほどありますね。まずこれはこんな感じで台座がついてました。そしてこのフィギュア、ガシャポンと違う点があったんだけど、まずね、もう組み立ててあって接着剤か何かでくっつけてありますね。完成品って感じです。だから分解はできないですね。でフィギュアなんですけど、かなりクオリティが高いです。なんか半端じゃないわ。エアドラモンって複雑な造形だったから、ガシャポンでは難しいなと思ってたんだけど、プレミアムにして正解だね。素晴らしいわこれ。瞳も大きい黒、白い縁、そして赤、その中に黒の縦線、横線みたいな。でも目ってこんな感じだったんだ。歯の闘争もしっかりしているし、歯茎も彩色されている。すごくないこれ。やっぱこれもプレミアムなんだね。そしてこのガシャポンの醍醐味である黒の陰影がちょっと濃いような気がするんだよね。電気消してみますね。なんかいつもよりシャドウが気合い入ってる感じがする。うん、この黄色の縦髪が神々しくて、造形もしっかりしていて素晴らしいです。なんか幻の幻獣型デジモンっていう設定らしいんですよね。ドラゴンのような形をしてます。この羽もね、しっかり穴が開いてますね。こちら側にはシワもしっかり入れられていて、この辺もグラデーションやシャドウが入れられていて非常に綺麗です。ボディのこのうねった造形や彩色も細かいよね。おっぽの細かい部分とかね。ちなみに僕はこのシードラモンとたまに間違えてたんですよね。ちょっと似てません？なんとなくキャラが被ってたんだよね。うん。うん、ちょっとボディの彩色とかね。はい、おなじみの約20年前に発売されたザ・デジモンのエアドラモンと比較、これに関しては今回の方がいいかなと思います。ただこれもデフォルメでボリュームがあって僕は結構好きなんだよね。はい、幸先いいねこのエアドラモン、素晴らしい。では続いてメラモン。はい、こちらもデジタルモンスターバージョン 1.0 に出てきた成熟期のデジモンで、エアドラモン同様フィギュア化はないかなと思ってたんだけど、来てくれましたね。本当に良かった。まあ、メラモンはね、派生系のデジモンも結構多くてね、デジモンの中でも結構有名な印象ですね。はい、どうでしょうか。いやーかっこいいね。エアドラモンと比較するとこんな感じ。第一印象はね、ちょっとちっちゃと思ったんだよね。うん、細いからね。ちなみに同じような人型のデジモンたちと並べるとこんな感じ。やっぱりちょっと小ぶりですよね。っていうかこの人型デジモン並べるとなんか一気に迫力が出るというか、もっぱらモンスター型派だけど、メラモンが入るとちょっと変わるね。目は原画では青なんだけれども、赤というか黒っぽく彩色されてますね。これがブルーだったら完璧だったね。歯が白いのでこう縫われてる感じになってるんだよね。これがちょっとグロテスクで僕は好きなんだよね。口を開けたらめっちゃ痛そうっていうね。ただこの炎がメラメラ燃えてるような造形、これは素晴らしいですね。細かい、本当にミニチュアフィギュアっていう感じがする。そして彩色も黄色とオレンジのグラデーション、これが絶妙で素晴らしい。またこの黒い火の粉みたいなね、ブツブツしたものも所々に斑点のように入れられていて、それによって立体感が出てますね。黄色とオレンジだけだとのっぺりになりますからね。炎のエフェクトはなくて手になってますね。ただ右足は炎のエフェクトみたいになっていてかっこいいね。メラモンを後ろから見ることってなかったんだけど、すごいぜ。熱い男は背中で語る。松岡修造と勝負してほしいわ。なんか大きい靴履いてるみたいでおしゃれ。ケツがプリンとなってて背筋が発達してるね。こう燃えながら歩いているこのポーズがたまりませんね、メラモンは。うん、本当にかっこいいです。はい、ザ・デジモンのメラモンと比較、大きさはねほぼ同じなんだよね。個人的には今回のが好きだけど、このデフォルメ加減のメラモン可愛くて良くないですか。どっちも好きかな。コーツつけがたい、そんな感じがする。はい、ということでデジタルモンスターバージョン 1.0 のデジモンが全て揃いました。よーし。いやー長かった。いやだ、改めてこうやって並べると圧巻ですね。うん、
やっぱティラノモンが一番好きだな。すごい。で、なんですけど、ここにあるグレイモンとかアグモン、実はですね、今回のプレミアムに封入されていた個体なんですけど、過去に発売されたガシャポンと微妙に彩色が違う感じがするんですよ。ちょっと見ていきましょう。ボタンも、まあこれには違いはありません。まあ個体差レベルですね。そして、コロモンなんですけど、微妙に色が濃いんですよね。サイドが高いというか、わかります？ピンク色が明らかに強いですよね。で、ガシャポンの方は陰影が濃いです。これは個体差なのかな？皆さんはどうなんだろう？見てみたいね。アグモンは明らかな違いがあるんですよね。左から今回のプレミアム、真ん中が第1弾、そして第2弾で発売されたもの、目の周りのオレンジのグラデーションがかなり強いんですよね。第1弾も強い、そして第2弾で発売されたものはかなり薄いですね。これが明らかに薄いね。上から見ても全然違うんですよ。プレミアムと第1弾は比較的同じなんだけど、第2弾は全然違う。そして明らかに違う部分がお尻。今回のプレミアムはお尻から足にかけてのオレンジ味がめちゃくちゃ強いんですよ。これが第2弾、第1弾、そして今回のもの。なんかお猿さんみたい。これは個体差なのかな？でもなんか意図的に濃くしてる感じするよね。形的には若干後ろに重心を置いていた第2弾のものではなく、第1弾と同じ型になりますね。第2弾のものがなんか原画に忠実っぽかったんだけど、第1弾のものに揃えたんだね。グレイモンも若干オレンジ味が強いっていう感じですね。なんか若干今回のバランスがおかしいな。あと顔のここに塗装ミスがありました。プレミアムでちょっとこれは残念かな。メタルグレイモンも微妙な彩色の違いがあります。羽の色がちょっと濃いんですよね。これが今回で、これが前回の。あとは下顎部分のメタリックがね、かなり薄いんだよね。ほら、これ前回濃いでしょ？これかなり薄い。ぼやけてるんですよ。これなんでなんだろう？髪の色も赤が強かったりとか、ここの陰影が濃かったりとか、まあ微妙なほんと違いっていう感じかな。まあ、大きな違いはなかったんですが、気になった方もいたと思うので、比較させていただきました。まあ、塗装がプレミアムになったってわけじゃなかったってことですね。では、いよいよあいつ。ドン！ブリッツ・グレイモン。はい、今回の目玉ですかね。こちらはですね、グレイモン系デジモンの究極形態であり、電流火器が備わったウォーグレイモンの亜種ということで、究極体のデジモンなんですよね。まあ、比較的最近のデジモンで、僕もデジタルモンスターバージョン20で初めて知りました。ウォーグレイモンが来ると思いきや、まさかのブリッツグレイモンというね。まあ、僕もこのデジモンには知ったことがあるので、少し思い入れがあるんだよね。角度的にはこんな感じかな。てかイラスト通りにするとちょっとこうやってずらす必要があるね。なかなか。濃いんじゃないかな。ボリュームが結構あって、高さは7センチほどあるかな。ここまでだと 7.5 センチほどかな。エアドラモンとメラモンと比較してもこのボリューム、まあ、これはガシャポンじゃ発売できないね、確実に。はい、グレイモン系で並べてみてもその大きさが際立ちますよね。こんな感じですね。まあ、そもそもグレイモンが結構ちっちゃいんだけどね、アグモンがでかくて。はい、めっちゃくちゃでかいです。まあ、種類は違いますけど、ちなみにウォーグレモンっていうのはこれね、それの亜種っていうことですね。目は本当に細かいけど、白、緑、黒とね、3層にしっかり分かれてるね。この辺は丁寧ですね。てか顔ちっちゃいな。グレイモンでこれですからね。メタルグレイモンよりもだいぶ小さい。真っ赤ですね、本当に。はい、こんな感じね。こっち側の目もね、ちょっと見えにくいですけど、しっかり彩色されてるような気がします。この辺は線というかラインがしっかり入ってますが、黒ずみとかはなくて、ちょっとぼやっとしてる印象かな。この辺は塗装しっかりされてますね。てかこの赤いのも塗装ですね。髪の毛は白。この辺に傷がありますね。ブリッツグレイモンにもあるんだ。銀色の塗装と赤の塗装がちょっとはみ出てますよね。成形色ではなく、塗装されてますよ、しっかりね。これが電流火器のプラズマステークってやつっぽいですね。うん、ここから電流を流すのか。うん、これはかっこいいと思う。ただね、なんて言ったらいいんだろう。シャドウとかが一切なくて、のっぺりなってんだよね、彩色が。うん。ベタ塗りっていう感じ。先端はこんな感じで、造形はめちゃくちゃかっこいいです。ただ、ちょっと陰影とかがなくて物足りなさを感じるかな。左腕の方が小さいですが、これはね、イラストに忠実にするために小さくしてるんですよね。いわゆる遠近法ですよ。先端がこんな感じで内側に折れてるし、この辺はすごい忠実なんだよね。だから基本的にグレーと赤の2色ですね、これね。ここはなんかすごいとんがってる。足はなんかほうきみたいな形してるね。こんな感じで。お、ここの足の裏、ここはなんだろう。うん、あれみたいだ。そして背中についてるこれがサンダーバーニアですね。ここなんかデジピースの形っぽいね。ここから雷を打って自身の推進力増量にも活用できると。だからあれか、背中につけたエンジンみたいなもんだね。これは結構かっこいいね。でもブリッツグレイモンって改めてめちゃくちゃ複雑な造形してるんだね。それをフィギュア化したってのはすごいし、造形自体は非常に忠実でね、よくできてると思います。こう手に取ってみててもボリュームがあるし、なんかフィギュアとしてね、しっかりしてるんだよね。ただこれに3000円の価値があると言われれば、
でね、これ台座が2つついてたんだけど、説明書とかが一切ついてなかったんですよ。なんとなくね、こっちにこれをはめて、こっちにここをね、ポンとはめて、こうやってたんですけど、これだとね、安定しないんですよ。ちょっとやっただけで倒れるんですよ。なのでね、右膝のここ、これはなくした方が、正直安定します。さすがにこれを抜くと立たないので、左膝のみを支える形にするとすごく安定するんですよ。まあ、これ個体差あるかもしれませんが、僕のはねこれですごく安定しました。回しやすい。あ、はい、というわけで見てきましたが、まあ、こちらを1体300円とすると3匹2100円でしょ。でブリッツグレイも1体で3000円はちょっとやっぱ高いかなと思いましたね。まあ、形とかが非常に複雑だからフィギュアにするのは難しかったと思うんだけど、それだったらもう少し陰影とか入れたりとかね、プレミアムにしてほしかったかな。まあいいでしょ。こちら、デジタルモンスターカプセルマスコットコレクションバージョン 7.0 をご紹介したいと思います。全5種の1回300円。今回は、オブツのバーゲンセールだ。まずはこちら、オブツじゃないんですが、オーガモン。はい、こちらですね、デジタルモンスターバージョン 3.0 に出てきた、成熟期のデジモンで、名前の通り、オーガ、鬼。鬼人型デジモンなんですよね。まあ、このデジモンはね、アニメデジモンアドベンチャーにも何度も登場してて、歩くフラグ王、レオモンとライバル関係に当たるんですよね。アニメでは憎めないキャラだったね。サイズはこんな感じで、グレイモンと同じぐらいの大きさかな。なんかこうやって並べるとデジモンアドベンチャー感が出ますよね。いいね、いいね。はい、こんな感じ。これはいいぞ。ていうか、オーガもめっちゃいいわ。顎がもう外れきってるな。でも確かにこんな顔の形してるからね。目の塗装とかもしっかりしてるし、左目の傷？この辺もしっかり再現されてる。角があって、ここのドクロマーク。ていうか、彩色が素晴らしいわ。緑と黄緑のね、この絶妙なバランスね。この大きい左手もいいね。こっち側から見ると濃いんだよね、色がね。彩色に関してはブリッツグレイモンより確実にいいね。左右の耳のピアスもしっかり作られているし、この辺の肩のトゲトゲとか、左右の腕のリストバンドの違い、両足のバンドの違いとかもしっかり再現されているし、このパンツのベルトとかね、これすっごい細かいね。このコンボをね、完全体であるスカルグレイモンを倒した戦利品なんですよね。成熟期なのにめっちゃ強いっていう設定。スカルグレイモンっていうのはグレイモンが暗黒進化した完全体ね。確かに骨の彩色は同じだ。オーガモンが勝ったとはにわかに信じがたいが、この2体を並べるのも面白いね。いや、絵になるぞこれ。で、後ろから見るとこの長髪ね、なんかヘビメタっぽくない？オーガモンって格好とかもロックテイストだし。で、髪の毛も単色ではなくて白と青のグラデーションで結構綺麗なんですよ。いや、これ300円は納得だわ。正直メラモンとかよりもクオリティ高いぞ。はい、ザ・デジモンのオーガモンと比較。このオーガモンも結構好きだったんだけど、今回にはかなわないね。やっぱ今回のすごいわ。続いてはこちら、テレサ・バケモン。はい、こちらもですね、デジタルモンスターバージョン 3.0 に出てきた成熟期のデジモンで、闇より生まれた邪悪な存在で、バケモンに取り憑かれたコンピューターは一瞬にしてシステムを破壊されると言われているそうです。布の中身は謎。イラストでは浮いてるんですけど、再現度は結構高いですね。オーガモンと比較するとこんな感じ。まあ、小ぶりですね。黒目の円がいびつになってるのはこれはわざとですね。で、このフィギュアのいいところはこの鋭い歯とこの中ですよね。ちゃんと空洞になっていて、すっぽり中開いてるんだよね。結構中空洞なんだよね。これは面白いし、立体感が出ていて好きかな。そしてこの辺の手にもね、しっかり陰影が施されてますね。真っ白ではなく、ぼやっと黒いあたりが、さすがデジタルマスコットコレクションといった感じがします。ちょっと汚れてる感じね。このちょっと布が破れてる感じとか、布の切れ端。この辺の造形は地味だけれども、結構難しいと思うし、よく再現されてると思います。うん。いいね、いいね。そして中身は、お！キューちゃんスタイルじゃなくて本当に何もないんだ。お、この穴はなんか、あわよくばこう自立させられることができるみたいな感じかな。浮かせても面白いかもしんないね。そして続いては、こちら。うんこ、スカモン。はい、こちらですね、デジタルモンスターバージョン 3.0 に出てきた成熟期のデジモンで、コンピューターの画面上にあるゴミ箱に捨てられたデータのカスが集まって突然変異を起こして誕生したと言われている黄金のうんちデジモンですね。必殺技は、うんち。こうかな。来たね、キングオブうんち。見てください、このまるで知性を感じない目。最高やん。舌の出し方とかもうほんとアホ面だな。うんちが顔になってるというこの子供の発想ね。ただこの歯の形は結構斬新で面白いね。笑うセールスマンっぽい。まあ可愛らしい形なんだけど、この細長くて気持ち悪い手ね。このアンバランスさがまたいいね。いやー、うんちだ。うんちだよ。お、歯が裂けてるんだね。あ、そうだったか。完全にじゃあもう裂けてるよね、これ。なるほど、二つに分かれてるうんちか。セパレートうんちね。あ、そしてここ、ちゃんと注文がいますね。頭の悪いスカモンに悪知恵をこう吹き込んでいるデジモンなんだけど、
顔がスカモンに取り込まれてるわ塗装されてないし造形もされてない。ただこの辺の手、ここはしっかり作られてるんだよね。だからまあ雰囲気ものってことですわな。ゲームのデジモンワールドでは成長期の状態でうんちばっかりしまくるとこのスカモンに進化してしまうんですよね。そしてこいつは自分のうんこを食うというねはい、続いてこちらベジーモン来たー。はい、こちらですね、デジタルモンスターバージョン 2.0 に出てきた成熟期のデジモンで、長く伸びた角と大きく開かれた口を持つヌメモンスカモン同様おぶつ系と言われていて、必殺技はうんち。いや、来ないと思ってたけど来てくれたな、ベジーモン。嬉しい。これ面白い造形だぞ。ここの彩色と造形いいですね。奥の方がね、遠近法でしっかり小さくなってるのも面白いし、そしてこの目を絶対悪いんだろうなっていうね丸もっこりの最上級的な感じだね。お、そしてこのベジーモンもしっかり中空洞になってていいですね。掘られてるね、牙もしっかりあるし、これは怖いというか恐ろしい顔してんな、よく見たら。そしてこの長いツタね、うん、グラデーションがしっかり効いていていいですね。のっぺりしてない、スイカみたいな表面してるな。デジモンワールドではこいつに肉をもらってお世話になったな、懐かしいわ。はい、後ろはこんな感じでしっかりグラデーション効いてますね。この辺の塗装はやっぱりさすがっていう感じしますね。ちょっと立ちにくいかなと思ったんだけど、これでいいんだね。うん、これぐらいの前傾姿勢な感じでね。はい、ザ・デジモンのベジーモンと比較。このベジーモンも結構好きなんだよね。なんか置物として良くない？なんかこういう置物なんかあるよね、たまにね。まあ、顔とかはもう上から見たらこう恐ろしいな。改めて模様だね、芸術だね、ベジーモンって本当に。どちらも甲乙つけがたくていいかな。デジタルモンスター1から3までのおぶつ系が揃いました。やったー。でね、なんでこいつらがおぶつって言われるかというと、全員必殺技がうんちなんですよね。ただそれだけで、めちゃくちゃ弱いんだけれども一番強い完全体になる可能性を秘めてるんですよ。てかこいつらでしかなれないんですよ。例えばヌメモンだったらこのモンザイモンになれるし、ベジーモンはこれベーダモンになれるんですよ。そしてスカモンがなれる完全体がエテモン来ました。はい、こちらですね、デジタルモンスターバージョン 3.0 に出てきた完全体のデジモンで、強化猿スーツに身を包んだ正体不明のパペット型デジモンらしいですね。自称キングオブデジモンと名乗っているんですけど、実際にめちゃくちゃ強いんですよ。あのモンザエモンを影で操っているとかいないとか。うわ、いいね、エテモン再現度高いぞ。このサングラス、お昼休みはウキウキウォッチングしそう。ていうか改めて説明文読んだら、これ猿のスーツだったんだね。実際に猿ではないんだ。あ、確かにここジッパーですね。しっかり造形彩色されてる。この辺も縫われてるね、微妙にね。口もしっかりこう開いてるね。歯も中の赤も彩色造形しっかりされてる。細かいわほんとこれ。そして意外にここ筋肉質なんだよね、マッチョ。そしておなじみ遠近法で左手の方がだいぶでかいね。指の造形や彩色も結構細かい。この上半身が長くて足が短い感じが猿っぽくていいよね。そしてここ、ここにいるのがモンザイモンなんですよね。まあ正確にはモンザイモンのぬいぐるみなんだけど、これを腰にぶら下げてるんですよ。これも雰囲気ものですね、顔とかはないね。でモンザイモンを陰で操っているかもしれないっていう噂なんですよね。ただアニメではつながりはなかったけど、実際のところどうなんでしょうね。うん、この背筋いいよね、逆三角形のビスケット売り場感。あー、ここの背筋の縦の線がたまんねえな。筋肉フェチにとっても結構いいかもしんないね、このエテモン。はい、ザ・デジモンのエテモンと比較。ザ・デジモンのエテモンめっちゃ良くないですか。このモンザイモンがしっかり彩色されてるんだよね、素晴らしいぞ。そしてグラサンだけテカっていて、体はマット彩色っていうのもメリハリ効いてていいし、まあ、忠実度では今回のだけど負けてないね。これすごい好きだわ、考える猿。はい、実はこれでデジタルモンスターバージョン1からバージョン3までの完全体が全て揃いました。やったー。バージョン1のメタルグレイモン、マメモン、モンザエモン、バージョン2のスカルグレイモン、メタルマメモン、ベーダモン、そしてバージョン3のアンドロモン、ギロモン、エテモン。いや嬉しいな本当これ。はい、というわけで全てのデジタルモンスターカプセルマスコットコレクションを並べてみました。いや圧巻だ。しかもちょっと怖さもあって、なんかほんと感動すんもん。やっぱこの彩色だね、いっぱい集まるとその彩色の良さが際立ちますね。色ってすげえって思える。うん、造形もすごいんだけどね。はい、というわけで今回の感想なんですけど、デジタルモンスターカプセルマスコットコレクションの第7弾、これはね素晴らしかったと思います。前回よりも良かったんじゃないかなとさえ思います。そしてプレミアムの方なんですけど、これはねブリッツグレイモンが少し残念かな。あまりにもグラデーションがなかった。このグレイの部分とかね、特にね本当にのっぺりですからね。うん、造形は素晴らしかったんだけど、このフィギュアのコンセプト的に陰影とかははっきりつけているっていうものだったので、そこからちょっと外れてたっていうのが残念かな。あとなんでブリッツグレイモンなんでしょうね。
普通にウォーグレーモンで良くない？もっと言うと無限ドラモンとかの方が良くないですか？このフィギュアのコンセプトに合ってるじゃないですか。ヘラクルカプテリモンとかさ、ペンデラムの初期のやつを出してほしいなって思いますね。でですね、デジタルモンスターカプセルマスコットコレクションはね、今回で終わりじゃないんです。はい、なんと今年の6月にバージョン 8.0 が発売されます。よかったマジ嬉しい。で、ラインナップなんですけど、トコモン、クネモン、シェルモン、レオモンの4種類なんですよ。今までより1段少ないんですよね。ただ第1弾もこんな感じで4種類だったので、原点回帰みたいな感じと思いましょう。その分クオリティが上がると信じたい。レオモンのみデジタルモンスターバージョン 4.0 のデジモンなんですよ。初めてですね。なので、この次があるとすれば、待望のメガドラモンがあるかもしれません。なので次回がね、鬼門ですよ。これが売れれば次回に繋がるはず。ということで信じましょう。あ、そして今年の7月にデジタルモンスターカプセルマスコットコレクションプレミアムバージョン 2.0 が届きます。クーレスガルルモンとバードラモンとホエーモン、バードラモンとホエーモンが入ることによってデジタルモンスター1から3まで全てのデジモンが揃います。まあクーレスガルルモンはね、まあブリッツグレーモンと並べるためでしょうね。まあワーガルルモンが多分フィギュア化されないからちょっとなんか飛んじゃう感じがするけどね。はい、そんな感じでね、今回はちょっと長い動画になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、デジモンに幸あれ。あ、ちなみに、ザ・デジモンをついに全種類揃えることができました。ありがとう！コンプリートにかかった年数22年。